辻元さん街頭演説じゃ通じるかもしれないけどそれじゃまともな議論はできないと思いますよ皆さんこんにちは半谷です本日は2022年5月7日ですねで先にこの動画の結論を申し上げると街頭演説って雰囲気なんだよねでも記録に残すとペテンがバレるよということになりますこの動画では辻元清美さんが Twitter で動画にしてまで皆さんに知ってほしかったことを著作権などを考慮して 完全文字起こしした上でとんでもないことを言ってるってことについて皆さんと共有したいと思いますので納得された方はぜひチャンネル登録、高評価ボタンのチェックをお願いします。では今回の目次はこちらです。 では、早速こちらのツイートをご覧ください。こちらは5月7日、午後3時45分の辻本清美さんのツイートですね。以下引用です。何とか仲介して、1分1秒でも早く戦争を終わらせようとするのが日本の役割ではないか。日本には54機の原発があるのに、火に油注いで、核武装だとか、敵基地攻撃だとか、ちゃんちゃらおかしい、気上の空論、平和ボケですよ。 日本は何が何でも専守防衛。国民の命と暮らしを守ることが政治の役割。以上ですね。で、もちろん、戦争を早く終わらせたいっていうのは正しい発言ですよ。しかし、ここに書かれてる文字だけでは何を言いたいのかわからない。では、このツイートに添付されている動画の文字起こしをしておきましょう。では、以下、文字起こしです。ロシアとウクライナ、落合さんもさっきおっしゃいました。 何とか仲介をして戦争を1分1秒でも早く終わらせようというのが日本の役割じゃないですか。火に油を注ぐように核武装をするとか、それから敵基地攻撃とか。 それもアベノマスクを配り倒した超本人が言うのはちゃんちゃらおかしいと私は思いますよ。よくね、攻めてきたらどうするんだ、言い張る人がいるでしょちょっと考えてみてくださいよ。蓮舫さんもさっき話がありました。日本には54機の原発があるんです。そんなもんね、あそこの国が攻めてきそうやから言うて、先に敵基地攻撃って相手撃ってしもうたら、報復で2つ3つの原発やられてしまったら日本壊滅するんじゃないですかですから日本は絶対にですね、 選手防衛に徹する。何が何でも選手防衛。よその国を攻めるとか、よその国を威嚇するとか、ちょっとでもこういうことが疑われることをやれば、日本は原発打ち込まれたら終わりですから、国民の命と暮らしを守れません。ですから、敵基地攻撃とか、核シェアリングとか、言ってる人たちの方が、気上の空論。平和ボケだと思いますよ。いかがでしょうか以上ですね。えっと、はっきり言って、0点ですよ。これは。 これはひどい。いやね、ここまでひどいことを元国会議員が言ってるとは信じられないって人がいれば、ぜひ概要欄に辻本さんのこの動画のリンクを貼ってますから見てみてください。私、今回一切の編集もせずに完全に文字起こし,しましたから。それでこれですよ。 で、この辻本さんの発言の酷さは、論理的じゃないという酷さと、前提の知識が間違っているという酷さ、そして現実に即わないという酷さがありますね。いや、ほんまひどすぎると思いますね。では、酷さについて少し解説しておきましょう。まず、論理の話から。 で、ロシアとウクライナの戦争に仲介するべきだってこの主張自体は私は批判するつもりはありません。まあ最近辻本さんは安倍元首相にプーチンを説得しろって言ってましたが、まあ電話してくれくらいは期待してもいいかもしれませんが、現実的じゃないという意味ではゴミ発言をされてるなぁと思ってますが。ただ、その後がダメんですか核武装とか敵基地攻撃で火に油を注ぐって。え、アホですか 日本が今、ウクライナを見て、核シェアリングについて議論しようとしたり、敵基地攻撃について議論すると、なぜ火に油を注ぐんですかいやね、北方領土問題って意味では、ロシアを刺激し得るかもしれませんが、ロシアとウクライナの戦争について、日本のそのような議論が影響を与えるわけがないですよね。実際、日本が今、ロシアから文句を言われているのは、経済制裁とかでしょ 日本が自分たちの自衛について議論したことによってロシアがウクライナへの攻撃をより一層激しいものにするとか考えてるの全く最初の話には論理性がないえっじゃあょあれだけロシアに対してお金が21億円ほどまだ渡ってるから岸田総理それはやめろって主張してるんだから辻元さん 経済制裁には賛成して直接関係ない核シェアリングなどの議論で火に油を注ぐって主張ただの矛盾ですよまた敵基地攻撃やって言って撃ってしまったら報復で原発2つ3つ撃たれたら日本が終わると言って敵基地攻撃の話を批判していますがこれも全く論理的じゃないですね ひたすら原発を狙われたら終わりだから専守防衛だって辻本さんは言ってますがおかしいですよ。だって敵基地攻撃をしなくたって相手は原発を狙えるじゃん。なんで敵基地攻撃をしたら原発を襲われる危険性が増えるのそれこそこれは現実にそぐわないってことでもあるんですがロシアによるウクライナ侵略でウクライナの原発狙われてますよ。 そして私は専門的知識を備えてないので、間違ってたらリスナーさんが指摘してほしいのですが、ウクライナってまさに辻本さんの言うところの選手防衛をやってますよね。それで原発を狙われてますよね。敵基地攻撃をするかどうかと原発を狙われるって話は何の関係もないですよ。相手が基畜なら原発まで狙ってくる。それだけでしょ それに、辻本さんの言うところの選手防衛って多分相手国を攻めずに自分のところに飛んでくるものを振り払う的な話をされてるような気がしますが、それって日本の領土を戦場にしようって意味ではまさに今、ウクライナで行われてる惨劇を日本で再現させろって辻本さんは言ってませんか そしてもう一つ大事なことは前提の知識は間違ってるということですね。意外かもしれませんが、はい。日本政府は敵基地攻撃についてかなり昔から可能と解釈をしてるんですね。こちらをご覧ください。こちらは鳩山一郎内閣における政府答弁の引用です。以下引用です。 我が国に対して旧白不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が領土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうにはどうしても考えられないと思うのです。そういう場合にはそのような攻撃を防ぐのに、よろずやむを得ない必要最小限度の措置を取ること。例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、 誘導弾等の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。以下略、以上ですね。はい。今から60年以上前の、1956年の鳩山一郎首相の答弁で、既にこのように、敵基地を攻撃することは、一定の条件のもと、自衛の範囲に含まれると考えてるんですね。 今と比べて遠くから素早く攻撃ができない時代からすでにこのような議論がなされていて仕方なしに基地を叩くことは自衛の範囲に含まれると考えられてきたわけですね。すなわち敵の基地を攻撃してはいけないなんて話をするのは、うん、脳天気というか問題となるのは一体どの段階で攻撃をしていいのか。 自衛の範囲と言っていいのかというところにあるようです。すなわち、ミサイルを撃った後なら攻撃していいのでしょうが、それでは遅いだろうということで、じゃあミサイル発射前の準備段階のどこから基地を攻撃していいのかというところが難しいんですよね。全然日本を攻撃するつもりがない相手に対して、いきなり基地攻撃を仕掛けることにもなりかねないわけで。 ところが辻本さんはこのような昔から続く政府見解などを無視して、それこそ防御は最大の攻撃とか持ってるんでしょうか相手から襲ってきたら日本の本土でそれに対応することを主張されているように思える。うん、辻本さん政府答弁を知らないのか知ってるのに国民を騙してるのかな知らないなら辻本さんがこの議論をする資格を今持ってないということになりますし、騙してるなら国会議員になる資格がないというべきだと思いますね。 で、このように考えていけば、辻本さんの外戦は、論理的でもないし、現実に即してもないし、そして知識も不足しているように思える。しかし、そんな机上の空論でも、外戦なら大丈夫なんですよね。聞いてる方も、そこまで考えながら聞いてないから。しかも、この話に全く関係のない、安倍のマスクを持ち出すとか、完全に国民を雰囲気で煽ってるだけですね。そして、これを恥ずかしげもなく、記録に残して拡散をしようとしてる。 うーん、辻本さん、わかってやってるのかなちょっとこれは恥ずかしいよ。私はね、辻本さんのこの、ご自身が拡散しようとしてる内容があまりにも稚拙で、あまりにも非論理的で、ちょっとやばいなと思ったんですけど、皆さんはどう思われたでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄で教えてください。またね、辻本さんが国会議員になるべきではないと思われる方は、ぜひともね、チャンネル登録、高評価もお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。